俺はアルト、ソプラノ学園に通う生徒だ。なんか突然意味わからん授業を受けることになった。ではこれからみんなには私が特別講師として恋愛の授業を受けてもらうわよ。バチ君、何言ってるかわからんと思うが安心してくれ。俺もそう思っている。あなたたちにはこれから恋人同士の演技をしてもらいます。よりリアルに、よりキュンキュンさせてくれたペアには単位をあげるわん。成田とペアなのよさん。よろしくね、ハル。カイリか。なんだよ、文句あんのか。え、俺の相手お前なの？うん、よろしくね、アルト君。学校一の美女と噂の奏。俺からしたら地味でどんくさくてムカつくんだが。あん、まんざらでもないくせに。お似合いだぞ、アルト。うるせえ、ガイアは黙ってろ。嫌なら先生が相手になってあげるわよ。うほん、尺だがペアにはなってやる。足引っ張んなよ、奏。うん、頑張るね。アルト君モテるのに私なんかが相手で申し訳ないな。よりによって奏とペアなんてやりづれ。でもちょっと嬉しい。さあ早速始めるわよ。最初のお題は壁ドンよ。何させられるかと思えば余裕だぜ。ほんと、壁ドン程度じゃエリカの魅力は伝えきれないかも。本当はバカラじゃなくてアルトと組みたかったけど。エリカ、お前俺のものになれよ。バカラくん、65点ベータすぎ。ナリさん、嫌がってるふりしてても私のこと好きなのは分かってるのよさ。わあ、アルかっこいい。逆パターンね、88点。壁ドンってあんなに距離近いのか。冗談じゃねえ、あんなに近かったら心臓の音聞こえちまうだろう。どうしよう、アルトくんすごく難しい顔してる。そんなに私と組むのが嫌なのかな。はい、次はアルト君と奏ちゃんの番よ。かなで、俺はずっと前からお前のことが0点。何を基準に採点してんだよ。ああ、うだまり、棒読みのカチコチマンに文句言う筋合いはないわ。ちゃんとやらなきゃ単位は上げられないわよ。私体調が悪いので保健室行ってきます。奏で、ああ、泣かせた。まったく、女心のわからないやつ。お前らにだけは言われたかねえわ、こら。どうしよう、勢いで逃げ出しちゃった。でも、アルト君やりづらそうだったし、私そんなに嫌われてるのかな。ちょっと、ううん、結構悲しい。かなで！アルト君、授業はどうしたの？ペアの相手お前なんだから、お前がいないと授業の意味がないだろう。そうだよね、私また迷惑。あのさ、奏が俺のことはあんまよく思ってないのは分かってるよ。え、よく思ってないのはアルト君の方じゃ。でもこのままじゃお互い単位落としちまう。だから我慢してくれねえか。それともそんなに俺のこと嫌いかよ。あなたたち、最高の演技だったわ。文句なしと90点。はあ。こうして俺たちは無事に、クラス最高得点で最初の演技を終えることができた。演技じゃないんだけどな。みんなの壁ドン、よかったわ。恋愛マスターの先生のアンテナもビンビンよ。どの面が言うか。お次の演技は王道中の王道。バックハグよ。最高のバックハグを先生に見せつけてちょうだい。うん、とにかく後ろから抱きしめりゃいいんだよな。よくわかんねえから、ここはもう勢いで。よし、ラム。どこ触ってんのよ、このスケベ。オーケーからのバックドロップか。わー、鮮やかなのよさ。うん、ありがちなラッキースケベを見事に決めてくれたわね。60点あげるわ。なんか知らんけど柔らかかった。お前、あら、なりさん、ここがいいんでしょ。素直になるのよさ。ふぅ、あ、背中に柔らかいものが。あと耳やめてくれ。マッション80点。あいつら何気にすげえな。本当だね、私たちも頑張ろう。おう。片手のやつ、ブスのくせにアルタとペアなんて生意気。その後も演技は順調に進んでいった。エリカ、
なんか違うし、バラがうざい。20点。緊張する。失敗したらどうしよう。あら、次、奏の番かしら？あ、エリカさん、お疲れ様。そんなに震えちゃって情けないわね。ほら、お水あげるわ。あ、ありが、あ！エリカさん？ごめん、奏、わざとじゃないの。でも、あんたみたいなブス、下着透けさせるくらいしないと、いい点もらえないじゃない？もしかして、わざと？ひどい。エリカのせいにするんだ。ていうか、いつまで待たせんのよ。いいからその格好で、さっさと出ろ！どうしよう。こんな格好で、またアルト君に迷惑かけちゃう。かなで？どうした？びしょ濡れじゃねえか。アルト君。実は、エリカさんに。はい、ほら。次はアルト君とかなでちゃんの番よ。かなで、胸元隠してやるから。あんま動くんじゃねえぞ。ありがとう、アルト君。キュフン、おどおどでくお手本のようなバックハグ来たこれときまこー95点やるじゃねえか、アルト。いい度胸してるのよさ。キュフン、うるせえよ。アルト君、かっこよかった。ちょっとバカら、話が違うじゃない。水かけろってあんたが言うから。俺のせいかよ。とにかく逃げるぞ。そうね。そういうことかよ。影でコソコソしてんじゃねえよ。次やったら先生に突き出すからな。はい。はい。そしてこの一連の流れすらも演技の範疇だと勘違いされ、現場は拍手喝采。俺と奏は最高得点を叩き出した。100点。その後、事情を知ったラムやハルたちに、エリカとバカラはこってり絞られた。すみません。愛情渦巻く恋愛劇、これぞ恋愛の真骨頂。授業としてはまずまずの滑りだし。どこがだよ。あなたたち災難だったわね。はあ、ほんと疲れた。もうこんな授業二度とごめんだ。私は別に嫌じゃなかったかな。あら、あらら、芽生えちゃったのかしら。何がだよ。気づいてないならいいのよ。意味わかんねえ。そうよ、そうやって恋せよ少年少女たち。それが今しかできない青春というものなのだから。それはそれとして、私も恋して。成田です。春だよ。動画を見てくれてどうもありがとう。春ちゃんの壁ドン、すっごくかっこよかったな。お芝居って分かっててもドキドキしちゃったよ。成田が相手だからできたのよさ。え、それってどういう。ふわっと。みんなはどうだった？コメント欄で感想を教えてね。ね、春ちゃん、どういう。グッドボタンも押してもらえたらとっても嬉しいのよさ。ちょっと。チャンネル登録とベルマークの通知のオンで、これからも応援よろしくね。春ちゃん。それじゃ、またね。詳しく教えてよ。